北朝鮮が軍首脳部3人を交代したことが確認された。北朝鮮は最近、人民武力省を僕久差し職士から務む光鉄人民武力省第1次官に、軍総参謀長が李明キヒデら李永長吉総参謀部第1副総参謀長に交代したと、行為情報当局者は3日、確認した。 先だって北朝鮮は軍序列1位である総正春局長が、金政閣市から金秀吉前平壌市党委員長へ交代した。軍首脳部三人衆の交代はすべて先月17日の東中央軍事委員会第7期一時拡大大会で行われたものと推定された。牧人民武力省と李想参長は南北首脳会談の際には、 軍服を着て金正恩国務委員長に随行した。韓国の情報当局は今回の人事について、軍部の強行路線に変化を与えるための措置と把握しており、現在、交代の背景を分析していることが分かった。